こんにちは、内川店長です。よろしくお願いいたします。今4月末なんですが、2月の中旬ぐらいかなにこちらの動画でご紹介させていただいた商品がありまして、それがね、まあ本当に一晩かからず完売してしまいまして、再入荷はないのかというコメントをねたくさんいただきましたので急遽追加しました。でね、その商品がやっと入荷してまいりましたので、そちらを改めてご紹介させていただこうかと思います。はい、そのブランドがジャブスアルキビオ。今ね、イタリアもののパンツブランドとしてはおそらく一番売れていると思われるブランドです。で、その中ですごく支持を得ているジャージー素材を使用したジャブスアルキビオを代表するマサッチョというモデル、そちらをご覧いただきたいと思います。ではね、まずマサッチョというモデルのおさらいです。簡単に説明させていただきます。こんな見た目です。普通のノータックのスラックスですね。特徴はまずサイドにこれぐらいの幅のゴムが入ってます。左右で伸びます。これでね、ウエストが非常に楽かといって総ゴムじゃないので分かりにくい、そこがまずいいですね。そして前は紐で結ぶタイプです。 T シャツとかニットとかを着る方にとってはベルトはもう邪魔ですね。バックル部分とかがごわついて邪魔だよっていう方、紐で結べます。それでもたまにはベルトしたいよっていう方、シャツ着たいよっていう方に向けてちゃんとベルトループもついてます。なのでベルトも着用できます。で、ベルトする際はこの紐が邪魔になるので裏からこう抜けるんです。裏側で結ぶことができる。よく考えられてますね。そしてマサッチョとして一目でわかるディティール、センタークリースですね。この部分ドレスパンツとかはね、綺麗にここがプレスされていて、でも履いていくうちにこの線が消えてきちゃう。でもマサッチョはここが細くねステッチで留めてあります。ずっとこの線が消えない、綺麗な見た目が保たれるということですね。そして使用している素材、ジャブスアルキビオの商品は基本的にストレッチがしっかり効いてます。その中でもダントツに伸びる一番支持されている素材、ビスコースジャージです。柔らかくてシワとかにも強くて肌触りが非常にいい。さらにジャージーなのでこの伸びです。ジャージーってね、ちょっとね暑いんじゃないのって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、ちゃんとこれはシーズンが分かれてます。冬用のジャージーとこれは春夏用です。サマージャージーと言われる薄い素材なので快適に履いていただけると思います。以上がマサッチョの大まかな特徴になります。で、このジャージー、一番定番のグレーとブラック、この2色で展開しております。そしてこのパンツがなぜそんなに人気なのか、今の諸々の仕様だけじゃなくシルエットだったり合わせの良さだったりというところをちょっとね、簡単にジャケット類とかもうちょっとカジュアルなアイテムと合わせてどんな見え方をするのか一度ご紹介したいと思いますので、最後までお付き合いください。はい、まずはグレーのパンツの方ですね。グレーのパンツでちょっとカジュアルなこういうスウェットのクルーネックのトップスに対して、こんなスニーカーです。ドレスパンツっぽくも見えて、なおかつこういうスニーカーがしっくり合わせがいいっていうパンツってなかなかないんですよ。後でお見せしますが、普通にねレザーのローファーにももちろんしっかり合うのですごく使いやすいですね。このまま例えばカジュアルなアウター着てみますね。こういうパーカー、ナイロンのアウター、完全カジュアルなモデルも非常に合わせよく使えるかなと思います。センタークリスも綺麗に見えますかね、入ってると思います。そしてこの伸びです。めちゃくちゃ伸びるので楽、そしてこの細さいいと思います。はい、続いてはブラックですね。どうですか、ブラックと白の合わせ。今回ちょっとまたスニーカーもブランドを変えてみました。こんな感じでかなり軽快なスタイルにも合いますよね。これにニットジャケット着てみますね。はい、こんな感じです。一応ねテーラードのちょっときれいめなニットジャケット着てます。こんな感じでスニーカーに合わせるとちょっと軽快なスタイルになると思います。このまま靴をレザーにしてみましょう。はい、いかがですかね。ちょっと
品良くなりますよね。カチッとしたスタイルにも見えます。これね、今パンツの丈感は先ほどのスニーカーの状態で変えておりません。ローファーを履いた場合これぐらいの丈感ですね。ちょっと短めに履くのがいいと思います。細身なのであんまり下にダブつかせないような感じですね。で、今度この黒のパンツに対してカジュアルなアウターを着てみます。はい、今はちょっとドレスのシューズのまま合わせていますが大丈夫ですよね。こんな黒黒の合わせでも薄いアウターに白のインナー着てるので全然暑苦しくなくていいかなと思います。はい、じゃあね、次はもうちょっと固めのスタイリングをしてみます。はい、どうでしょう。いわゆる鉄板のコーデですね。ネイビーのジャケット、白のシャツにタイドアップしてますね。ドレススタイルにもこういうレザーのきれいめなシューズで合わせても何の問題もない。それなのにむちゃくちゃ楽ちんだと。ウエストもゴムが入っているので楽ですし、最初に申し上げた通りこのようにベルトもできます。今紐は内側で結んでます。このようにね、ベルト着用シャツを着てタイドアップというスタイルにも合うかなと思います。これはね、本当に万能なパンツなので使えると思いますよ。はい、ということで今回は大人気のパンツブランドジャブス・アルキビオのサマージャージを使用したマサッチョモデル追加入荷のお知らせでした。本当の意味でオンオフ使えるパンツが登場したなという印象です。まあ、それはね、もう皆さん分かっていらっしゃるのでそれだけ人気なんだろうと思います。ぜひね、ご検討ください。今回も長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございます。